はい、チップス47、P10 株4番です。ルークが2022年に、データの中で最大値と最小値を求めて、最大値のあるところと最小値のあるところを入れ替える方法というのを紹介してみました。まあ、簡単に言うと、マッチ関数を使って最大値となったところが、何行目にあるかな。これが最小値になったところが何になっていることを、調べていくことになります。で、調べることができたら、それを入れ替えるというパターンを使うと。そうすると、この最大値と最小値の行が入れ替わるのであります。で、もしこれが、大きい方の何番目とか小さい方の何番目となると、がぜん難しくなってきます。その場合には、Excel の関数を使った方が簡単というので、ここでご紹介します。これが Excel コンポーネントで、同じデータの中で、最大のやつがこの9なんで、9、1番目と。もしここが2番目であれば、2とやってやると、再計算が行われて、あ、6ですよと。で、9でなすと、この6の方が2番目ですよと。出てきます。で、同じように最小値の方もマイナス5ですけど、2番目はマイナス4というふうにして、Excel の関数を使って、で、こいつを返してくると。で、返してきたら、それでさっきの関数を使って入れ替えてやると、2番目のところが入れ替わったということになります。はい、以上です。